昭和芸術館昭和市は、台湾昭和県の県轄市、昭和県政府の所在地である。井戸と、京度北伊24の04分統計120度32分、昭和市は昔、台湾原住民平良保族バブサ族の集落、ポアソア社があったところで、台湾豪音でそれを、反戦と当てた。諸羅県に帰属していた。後に、 新朝政府が検証効果という意味を込めた、商家に改変した。1684年、福建宴会居民がこの地に入植を開始し、1723年には、諸羅県の中部百余里の地に県を設置する際に、消華県と命名され、これが昇華の地名の所見となる。商家は大陸に、近く、またしかこが貿易の要衝であったことから、昇華は、 県の政治文化、商業中心地としての地位を占めた。1895年に台湾が日本に割上された後、商家は台中県商家町と改編され、その後台中町と合併し、台中市長が設けられた。1920年には商家軍が設置され、再び商家が行政区域名として復活した。1933年に商家街、 南閣省、大竹省の合併により、市政を施行し、昭和市が誕生した。戦後、昭和市は、昇華市として改編され、1950年の地方改正により県華市に一旦改編され、現在に至っている。昭和市委員昭和市長省、葛市県葛市昭和選慶湖、八景山大仏寺昭和県中列祠、虎、ふ台湾総ただしふれ第47校。 州、町の位置、管轄区域及び軍師の名称、管轄区域、官報、P168、2019年6月29日、閲覧、ありがとうございます。